芸人交換日記イエローハーツの物語は放送作家鈴木治による日本の小説2011年に舞台化2013年に僕たちの交換日記のタイトルで映画化2009年10月からカルチャー雑誌クイックジャパンに約1年間にわたり連載され2011年3月11日に大田出版より単行本化された 架空の無名のお笑いコンビの生活と葛藤を主人公二人の交換日記形式で描いた作品。交換日記という形式は鈴木が普段夫婦で交換日記を書いているということ、また朗読劇、ラブレターズの芸人版を作りたいということから着想を得た。また、作中にキャイーン、ハンニャ、響き、千原ラジュニアなど実在の芸人の名前が出てくることでも話題になった。 結成11年目、未だ泣かず飛ばずのお笑いコンビ、イエローハーツ。M-1 グランプリの出場資格も失い、所属事務所から与えられる仕事は、ストリップ劇場や、パチンコホールでの余興や前座ばかり。これまでコンビの今後について真剣に話し合うことを、避けてきた二人も、気がつけば30歳。お笑いにかける思いは本気。でももう後がない。なんとかして変わりたい。 そんなある日、ツッコミの後本の思いつきで交換日記を始めることになり、乗り気でなかったボケの田中も次第に交換日記を通してお互いの本音をぶつけ合うようになっていく。そして、芸人人生をかけたあるお笑いコンテストへの出場をきっかけに、コンビには大きな転機が訪れる。2011年8月5日から8月7日まで東京グローブ座にて、 2011年8月20日と21日には、大阪 OBPNK ホールにて、舞台版が上演された。出演は、田中役、若林正康、後本役、田中圭、久美及び、大仙役、伊勢か代。脚本、演出は、鈴木治。芸人交換日記、リーディングシアターのタイトルで2013年2月8日から2月10日まで、東京、創月ホールにて、 朗読劇の形で上演された。また、同年3月16日と3月17日には、大阪ビジネスパーク園系ホールにて、大阪公演が行われた。それぞれの公演で、キャストが異なる。東京公演大阪公演、小森春が出演する、ブックアクト2021ニューイヤースペシャルで、芸人交換日記をやることが決まり、千二十一年一月四日から八日まで、 東京、ヒューリックホール東京で上演される。月刊ヤングマガジンにて2012年4月号より2013年12月号まで連載。作画担当は、東直樹なお2012年9月6日発売。ISBN 978から4から06から382,220から後2 0 1 3年3月6日発売。 ISBN 978から4から06から382,292から二2 0 1 3年8月6日発売 ISBN 978から4から06から382,345から52013年12月6日発売 ISBN 978から4から06から382,402から5僕たちの交換日記のタイトルで映画化 2013年3月23日公開。監督は内村てるよし。内村が監督を務めるのは2006年のピーナッツ以来2作目。原作の漫才師は今年に、コンビ名のイエローハーツは暴走スイマーズに変更されており、千葉県出身で高校では共に水泳部所属だったことがコンビ名の由来という設定が加えられている。 多数の若手芸人がエキストラとして出演したことも話題になった。最終興業収入は2億6500万円。なお、原作の漫才詞を今年に変更したのは、監督を担当した内村が漫才が苦手で、劇中でネタをやるシーンの制作をやりやすくするためだったという。上記に挙げた点のほか、特に終盤の展開にいくつかの違いが見られる。 2013年8月21日発売。発売、販売元は、ジェネオンユニバーサルエンターテイメントジャパン。映画作品のスピンオフドラマ、一人交換日記が制作され、2013年2月22日に、ツタヤ限定で、DVD レンタルが開始された。主演はバカリズムと、映画本編にも出演している、木村彩乃。原作は、 鈴木治が本ドラマ用に書き下ろしたものである。キャストスタッフ2013年10月25日より、オトバンクのフィービーにて、オーディオブックが配信されている。担当声優は、今るを加圧し、荒垣たるすけ、古木のぞみ。作者の鈴木が、お笑い業界にも詳しいだけあって、この作品の中では、売れっ子芸人とそうでない芸人たちの落差や、 芸人世界の厳しい現実が克明に描き出されている。主人公コンビのイエローハーツは一度深夜のコント番組のレギュラーになって少し売れかけるものの、その番組がゴールデンに進出した時に年を食い過ぎているという理由で降板させられた上にゴールデンに進出したその番組の前説をすることになったり、まともに見てくれる人も6人いない。 遊園地やデパートでの営業や売れっ子になった後輩の単独ライブの手伝いなどの屈辱的な仕事に甘んじなければならなかったり、後本は住んでいたアパートの家賃を滞納したため追い出されて、恋人の家に居候をする羽目になったりと辛酸を舐め続ける日々を送っている。自らの夢と現実の間での苦悩や葛藤、本業だけでは暮らせないので、 バイトで汗水垂らして、生計を立てなければならない、生活苦、芸能事務所間の力関係や売り出し方、ライバルや後輩に抜かれていく、屈辱感や、挫折感や、絶望感、ネタを作るプロセスや、大きな大会にかける思い、ネタをかけない、コンプレックスなどの芸人だからこそ抱いている本音、解散して、別々の道を進むようになったコンビの、その後などのリアルな描写は、 多くの芸人たちから共感を得ている。僕たちの交換日記に関するカテゴリー。一人交換日記に関するカテゴリー。ありがとうございます。